練習ごとにどうすれば
お客さんに より気持ちが伝わるかと、ライブを通して、外部のライブだったり、でいかにどうやって気持ちを伝えるかっていうのを試行錯誤して、はい、今日やりました。結構その、ありがとうございます。まあ、自分たちはさっき言ったようにメッセージを強くこう打ち出したいということで、この練習の時に歌詞だとかに、色のイメージだとかいろんなものをこうつけたりとか、まあ、歌詞をみんなでこう読解してどのようにこうお客さんに伝えようかっていうのをあの音にこう表現しようっていうふうに練習をしてきました。はい、で、先ほどのパートさんでもちょっとあったんですけれども、照明がすごく、いいホールで、その次歌う曲もその感情を、色として、照明として、また演奏として音として、皆様にお届けできるように頑張りたいと思います。はい、それでは、次の曲で参りたいと思います。曲紹介をリードの山田うっていう曲です。はい、あんまりね、あれなんでね、聞きなじみがないかもしれないけど、はい、ぜひ足に注目して聴いてください。になる。
Ooh.